はい今回は子供にとっての、まあ、幸せについてという内容をですね、えー、お伝えしていこうと思うのでよかったら最後まで聞いていただければと思います。 まああのまたね、ちょっとすいませんということでお伝えしますが、僕はね、あの結婚してないんで、全くわからないし、子供もいないんでね、その結婚されて子供を育てていらっしゃるあの苦労がわからないので、まあちょっとこういった話をするのもどうかなと思うところがあるんですけれども、まあ僕の前ね、知ってる方にまあ話を一回聞いたことがあって、まあ厳しい話だなと思った、そういった話もあります。あとですね、別のあのコンテンツに、まあリスナー様が書いていただいたまあことに、 に関して今ちょっとまあ思うことっていうかねでもちろんあのなんていうのかなうまく言えないんですけどまあ最初にお伝えしますけどまあこのコンテンツを聞いているまあ方全員ねまあ親御さんもまあお子さんもまあ子供の方もまあそのまあ皆さんがまあ幸せになることをまあ願ってということでねまあちょっとお話してみますのでまあそんな感じでよろしくお願いします まああの何、まあ、ていうのかなもうその僕の知ってるあの方はですね、えー、まあちょっと聞いた話でね、えー、もちろんその詳細についてはあの、まあ、言わないですけど、まあ、あのなんかまあ相談があるみたいなことをおっしゃっていただいてねあのそもそも僕はそんな相談になんて乗れないわけですよあの独身だし子供もいないんでねそ,そんな方の苦労なんて全くわからないじゃないですか正直調べるとかっていう話でもないんで、まあ、ただあのその知ってる方はね 女性の方ですけど子どがいらっしゃって多分その旦那さんと不仲っていうのかな不仲だったんですけどあんまりちょっと聞かなかったですけど胸が痛くなるのもあるしねだったんですけどおそらく子育てをめぐってか何かわからないんですけれども何かしら DV 的なものをされていて厳しいんだよねみたいなことをおっしゃっていて。 でまあえーまあ、離婚されたみたいなことをおっしゃっていたんでね、でその時になんかのあに子供にとっての幸せって、まあ、何かなみたいなことをおっしゃったんですけど、ねえー、僕はそんなところで話せるわけがないですからもうず、ずっと黙ってましたけど、まあ、そんなことがありね、ね、えー、やっぱりみんないろいろあるんだなと、まあ、そういうことをまあ思ったっていう、その時にはあの、まあまあ、お答えできなかったんですけど、でまあ、今も別にお答えできることではないんですけど、 子供にとっての幸せっていうことでちょっとわかる限りなんでね考えてお伝えしていこうと思いますのでそのナー様の何かしらの役に立てるものがあればっていうねそういったことを思い真剣に話していきたいと思います。そそももなんですけどこの前提がね あ,のあるっていうかこの前提をみんなが皆さんが持っていらっしゃるんですが、まあ、なかなかねその前提というか持っていても現実があまあ思うようにいかないんだろうなっていうまあそういうことで、えーまあ、いろいろ皆さん、えー、考えられるんだろうなっていうまあことなんですけどまあ親っていうのはねあの子どもの幸せを、えー、願っているわけですよ子どもの幸せを、ね、願うのが親なんですが、えー、そうは思うもののなかなかその現実がそのようにはい,いけないと、えー、でただこういうことを,、えー、を話すと、まあ、結婚もしてないのにね何ね 何言うんだっていう話にもなりますし子どがいないのにもね何言うんだっていう話になるんで、えー、まあ、ちょっと、えー、まあ、す,すいませんっていうことででまあもちろんねさあの最初にお伝えしましたがここにいる全員がまあ、幸せになっていただけることを親も、まあ、子供もす全,全てね全員がそう思って、えー、まあ、考えて、えー、お伝えしていきたいと思いますまずですね、えー まあ、この子供にとっての幸せっていうので、えー、難しいんですけど、えー、こういったところから入っていくんですね、うん、これは多分おそらく一般化した話なんですが裕福な家庭にいる、えー、あるいはですね裕福な家庭だからといって、えー、子供にとっての幸せとは限らない。 っていう話なんですよでこれもあのものすごく難しいんですよ。なんでかっていうと、ねえー、その裕福な家庭に育っているっていうことは、イコール子どもの幸せと思えるわけですよ。それは何でかっていうと、何か子どもね、えーまあ、その小さい子どもが。 まあまあ、小さい、まあ、小さい分からないですけど、えー、ある程度の年でもそうだと思いますけど、な何かしら子供がですねやりたいことを、えー、やらせてあげるって言った時にですね親の経済力っていうのがやはり問題になるんですよ、どうしても親がねその経済力が、まあ、な,ないとか、厳しい状況だったら、ね、子供にそのやりたいことを、えー、諦めてもらわざるを得ない、それをあのやらせることができないっていう、そういった、えー、現実に直面するんで。 そう考えるとですね裕福な家庭に育つ方が子供というのは幸せだろうなと思うこういった説がまあ普通に考えて当たり前ですがあるんですが実はそうではないというその裏に入っていくんですね。で2つの、えー、なんていうのかなそのかそ要素があるんですが1つがですねその裕福な家庭だからといって子供が幸せとは限らないとあとまあ親がですね高学歴な家庭だからといって子供が幸せだとは限らないっていうような話なんですよ。でこの裕 裕福な家庭と親が高学歴っていうのがですねおそらくこれ関係していると考えられるんですよ。なんでかというと、親が高学歴っていうことは、えー、その高学歴の親が、まあ、いい会社に入って、えー、まあ、いい収入、高い収入を得て、えー、裕福な家庭を、えーまあ、築いていると、えー、まあ、そういったことだと思います。で、えー、ねそれは 今お話ししたように親が高学歴で高収入で裕福な家庭にいると子供は幸せだと取れますが実はですね裕福な家庭だからといって子供が幸せとは限らないっていう日本語が出てくるっていうのはこれは何なのかっていうことを真剣に考えるんですよそもそも子供にとっての幸せっていうのはまあ何かっていう、まあ、話なんですが説っていうのがいくつかあるんですけれどもえ 子供にとっての幸せの一つのあのまあまあ、要因というか大きな要因なんでしょうね、親のあの機嫌が常に良いこと、親が常に機嫌がいい状態でいること、親の機嫌の良さを保つこと、こういったことが一つ言われています。 ななんんででかっていう話なんですよねここが、えー、結構大きな、えー、まあ何て言うのかなあー心の声と言いますかね、うん、でこれもまたちょっと説明が難しいんですけれども子供にとっての幸せは何かっていう話なんですがその逆を考えるんですね子供にとっての不幸せ、えー、そういったことを、えー、考えるんですよでこれっていうのは別に、まあ、僕とか、まあ、リスナー様とかではなく一定の子供にあるあることがこれ共通してるっていう、まあ、こういった調査っていうか、まあ、こういった、まあ、データ いいうのが分かっててるんでそちらをお伝えしていきます子どもというのは分からないように親の機嫌をあの損なわないようにしているということが分かっているんですね、うん。それは何でかというとその子供小さい子どもにとってはえその子どもの世界というのはえ親が全てだからだということです。 だから子供がですね要するに思うことを言わないっていうことなんですよ親に対してね子供がもし思う,思,うあの思うことを親に言って親が機嫌を損なうかもしれないんで子供はそういうことを言わ,言わないっていうことですまあ言わないっていうか子供は親に対して何か思ってることを言えないんだと思いますな,んでなぜかというと子供がそういうことを言うことによって親が機嫌が悪くなると、えーね、そういったことを子供が、えー ななんとなくわかっていて我慢して、えー、言わないあるいは言えない、えー、その可能性があるんじゃないかってそういった、えー、まあ仮説に、えー、行き着くんですよで、まあ、皆さんの中にはいらっしゃらないと思いますし別に僕も思わないんですけどあの子供がそんなことはって言って子供ってわかりますからね子供ってそういうのあの空気感っていうかそういうので、えー、見抜くっていうかわ、えー、かるんですよだからどちらかというと子供ってねその大人に対してまあ、えー、様子を伺うっていうか顔色を伺うう、えー、そういうことをあ察知しやすい、えー、そういう いいいったこことととななんじゃか僕は思ますうでね子供にとっての幸せっていうのは何が必要なのかっていうと先ほど言いましたけどもちろんあるに越したことはないんでねそれをそんなに否定しませんし別に僕はどっちかっていうとね貧乏ですから言ってはいけないんですが親が高学歴あるいは裕福っていうのはそれはそれでいいと思うんですがそれとは別に子供にとっての幸せっていうのは親の気持ちが安定している親の気持ちが一定しているっていうことが えー、大切だっていう、えー、そういった話です。でもちろんですね、えー、まあ、どうしたらいいのかっていうことを考えるんですけれども。 親が一定しているというのはどういうことかというと、もうちょっとですね一般化して考えると、まあ、大人、あるいは人間の精神状態が何かということなんですよ。でまあ、一概にこれも言えないことですけど、人間というのはどういったところで精神状態が不安定になるかとか、気持ちが安定しなくなるかというようなこと、例えばですね空腹とか、あるいはですねその環境の悪さ、そういったことから、まあ、不機嫌になる、気持ちが安定しなくなるということが言われているので、だから、あのまあ、 なんだろう,うまく言えないですけど、まあ、ちゃんとあの大人っていうか親はあのご飯を食べてねその空腹状態っていけないですけ空腹でなん,かあのなんかイライラする人っているじゃないですか、僕も職場にもそういう人あのいるんですよ、いたこともあるんでねあの、見てるこちらがイライラしますけど、まあ、言いませんけど、あと、まあその環境の悪さっていうのもね、これになってくるとまあ難しいんですが、えー、まあ人間ね、ある程度環境で決まるっていうことなんで、えー、まあその悪さを、えー、良くして、まあ、どうにかして、えー、まあその空腹とか環境の悪さとか、えーまあ まそういったもの、まあ、とにかく、えー、機嫌が悪くなる状態、えー、マイナスになるような状態を、えー、避ける、えー、そういった、えー、必要があると思います。だから、子どもの幸せって言いますけど、子どもの幸せの,、えーそのまあ、表と裏なんですが、大人っていうか、親がですね、えーまあ、その,あの、まあ、なんていうのかな、気持ちを安定して、えー、安定したあの気持ちの中にいるっていうことが、えー、あります。そして、その子どもにとっての幸せっていうのの一つの、まあ、定義で。 まあ親がですね、えー、まあその機嫌が良い、えー、親が精神状態が安定している、えー、その状態で、えー、育てられた子供っていうのは幸せになる可能性が高いと、えー、そういったことも、えーまあ、言われているので、えー、まあ何かしらのご参考になっていただければと思います。まああの正直言って、ですね多分まあ僕へのも失礼なんですけどめ、めちゃくちゃ大変だと思うんですよ、あのご結婚して。ああののね、えー、まな、あ、なんていうのかな え旦那さんと、まあ、お嫁さんという、まあ、他,他人がですね、えー、まあ子供を育てていくって、えー、ものすごく大変だと思うんですよなましてない僕が、ねえー、こんなこと言っていいのかどうかと思うんですが結構こういった話もね、えー、ご希望があるんですよただまあ一応ね分からないですとは一応言いますけど、まあ、こういう話をまあ取り上げるというかこういう話をえまあお伝えするということは一応それなりに調べたりとかまあ,あその、まあ、なんていうのかな まあ聞いたそのねお話とかまあ何かしらお役に立てるものがあればと思うんですけれどもまあまあ皆さんがそのねご家族、旦那さん、奥さんが子供とね家庭を築いていて子供にとっての幸せとかまあそういったことをあの考えたことがあるというかいつも考えていらっしゃるかと思いますので何かのご参考になっていただければと思います。 あのねそのねそ子供にとっての幸せ、裕福な家庭、えー、高学歴の親っていうのは、それっていうのはねおそらく言っていいのか悪いのかは分かりませんけど、何、えーうん、て言うのかな、うん、あの物質主義的な側面だと思うんですよで。この子供にとっての幸せっていうのはおそらく、えー、その目に見えないものであったり、えー、そういうね、えー、精神、えー 精神的世界のそういった話かと思いますので、えー、まあ何,かしら何かしらのまあお役に立っていただけるものが少しでも一つでもあればと思いまして、えー、お伝えしてみました。まああのまあ、このコンテンツを聞いていただいた、ねえー、まあ親御さんとか、まあ、お子さんとかが、まあ、皆様がまあ幸せになれる、えー、その何かの一つの役にでも立てるものがあれば、えー、何よりですということで、えー、今回はここで終わりです。最後まままで聞いていいててたた。だきまししありがとうございました失礼いたし